はい、フローチャート漢方薬治療296ページ頭痛には葛根湯というフローチャートになっています。症例63歳女性で中肉中背頭痛持ちの女性です。漢方薬で何か効くものないかと相談に来られました。定石に従って葛根湯1番を頓服で与えました。西洋剤と同じように葛根湯も有効なので愛用したいととても喜んでいます。まあ頓服であれば特別な配慮は不要とお話ししてお返しして終了です。葛根湯、まあ、ある意味一番有名な漢方薬ですね。桂枝湯ね、5つの生薬になっています。桂枝、芍薬甘草、大層消去、それに葛根湯、麻黄を加えたものが葛根湯になります。生薬ポイント、アスピリンのようなNSAIDが発見される前は痛みには麻黄含有漢方薬で対応しました。麻黄が含まれていればどれも鎮痛効果が期待できます。葛根湯は桂枝湯45番に葛根と麻黄を加えたもので、当然痛み止めの効果もあります。桂枝や桂枝湯だけでも頭痛の軽減効果が実際にはあります。人参湯32番に桂枝を加えると桂枝人参湯となり、まあ、桂枝人参湯となり82番ですね。これに頭痛の、病名がつきますので、まあ、この、ね、人参湯と桂枝人参湯の違いからも、まあ、桂枝シナモンの有用性が、頭痛に対する有用性が類推できると思います。さあレベルアップ、頓服用ならNSAIDでも何でもいいです。効く方がいいので自分の頭痛に合わせてね、漢方に抗定せず楽になる薬を選んでいます。漢方薬とNSAIDを同時に処方して患者さんに効果を確かめてもらうのも楽しいと思います。葛根湯の保険病名は感冒、鼻風邪、熱性疾患の初期、炎症性疾患、結膜炎、角膜炎、中耳炎、扁桃腺炎、乳腺炎、リンパ腺炎、そして肩こり、上半身の神経痛、じんましんなど、結構なものが、ね、葛根湯の病名並んでいます。まあ、上手に病名をつけて、処方すればいいと思っています。まあ、困ればね、肩こりがありますからね。肩こりと書いて長く投与すればそんなに問題ないかと思っています。はい、96ページは頭痛には葛根湯というフローチャートでした。以上です。